お姉ちゃん、私ついに就職先が決まったよ。彼のお嫁さんになることにしたから。え、お嫁さんってまさか結婚するの？うん、大学を卒業したらすぐに彼と入籍する。そして彼のお嫁さんとして専業主婦を頑張るの。専業主婦に？ってことはせっかく大学に行ったのに就職は一切しないってこと？彼もそれでいいって言ってくれたのよ。そんなに就活がしんどいなら働かなくていいよって。家で俺のことを支える人生もいいんじゃないかって。まさか就職しないなんて、いろいろと思うところがあるけど、二人がそれでいいって言うなら反対はしないわ。その付き合いしてる彼って前に言っていた方よね？そう、その人と結婚するの。私より4つ上の社会人で大手企業でバリバリ働いてるんだ。そしたら来年からは海外駐在員として派遣されるみたいでね。結婚したら私もそれについていくの。とても優秀な人なのね。そうなの。だからもうお姉ちゃんとはこれっきりだね。今まで私を育ててくれてありがとう。これからは私のことは気にせず一人で頑張ってね。え、これっきり？どういう意味？縁を切るってことだよ、お姉ちゃん。彼と籍を入れたら二度とお姉ちゃんに会わないから。連絡先も消すし一生バイバイだね。何ですって？今まで本当にありがとね。一応入籍した時はまた連絡を入れるから。それじゃあバイバイお姉ちゃん。バイバイじゃないわよ。ちょっと待ちなさい。結婚したら縁を切るってどういうこと？なんで姉妹が結婚を機に絶縁しないといけないのよ。だってお姉ちゃんは中卒なんだもん。私はこれから海外駐在員の妻になるし、つまり底辺のお姉ちゃんとはレベルの違う人生を歩むんだよね。だから結婚を機に区切りをつけた方がいいと思わない？は？というわけで私はお姉ちゃんの縁を切ります。私はお姉ちゃんの元から育ってお嫁に行くの。普通の妹からエリート海外駐在員の妻に昇進するの。もうお姉ちゃんは私に必要ないんだよ。意味がわからないわ。もう必要はないって、私たちはたった二人の姉妹じゃない。早くに両親が事故で亡くなって、私は高校中退して中卒でずっと働いて育ててきたのよ。それなのにもう必要ないから絶縁しようって。育ててくれたことには感謝してるよ。自分の人生を捨ててまで私を育ててくれて本当にありがとう。お姉ちゃんのおかげで好きなことできたし、大学院だって行けたし、そして最後は理想のエリート旦那を捕まえられたしね。ならどうして絶縁なんて言うのよ。お姉ちゃんが邪魔な存在になったからだよ。もはや勝ち組の人生が約束されている私には、底辺な中卒姉は必要ないの。むしろいるだけで足を引っ張られて迷惑なんだよね。なんですって？友達みんながアクセク就活してる時に、私は結婚して専業主婦の就職が決まったの。しかも旦那様はエリートで、経済的に困ることなんて絶対ないし、むしろこれからどんどん出世してもっと年収を上げてくれると思うの。そんな勝ち組の私にとって中卒の姉がいるっていうのは、勝ち組人生の欠点でしかないんだよね。私が欠点？みんなに自慢できる人生なのに、お姉ちゃんのせいで中卒の姉がいる妹ってレッテルが貼られるの。私はそれが絶対に嫌なのよ。だから縁を切るっていうの？もう私のことはユキの人生には必要ないって言いたいの？そういうこと！エリート旦那ができるから、底辺の姉は不要。彼と結婚したらもうお姉ちゃんとは絶縁だから。わかったわ。元気でね。二度と連絡してくるな。私の姉だって周りに名乗ることも気にしたからね。すべてあなたの言う通りにしてあげるわ。それじゃあどうか彼とお幸せにね。これからも私も私の人生のために生きることにするわ。突然の連絡ですみません。こちらはユキのお姉さん、サナさんの LINE でしょうか？そうですが、どちら様でしょうか？私、ユキと交際しております、ハルキと言います。この度、ユキと婚約をさせていただきました。ユキの彼氏さんでしたか？どうも、はじめまして、姉のサナです。実はサナさんにどうしてもお伺いしたいことがあって、もしよかったら、このままいくつか質問をしても大丈夫ですか？今ちょうど仕事で新幹線に乗っているの。その間なら大丈夫だけど。ありがとうございます。では早速ですが、ユキとの今までの生活を教えてくれませんか？
妹との生活を。実は今2人で今後のことを話し合っているのですが、なかなか話がまとまらなくて困っているんです。それで一度どんな風に過ごされていたのか聞いてみたくて。今までユキに仕送りをしていたと聞いていますが、サラさんは月にどれくらい仕送りをしていたんですか？よくわからないけど、答えられることは何でも答えるわ。ユキへの仕送りはざっと月30万ぐらいかしらね。30万？そんなに仕送りをしていたんですか？東京は家賃も物価も高いからね。だから全て込みで30万ほど送っていたんです。東京の大学はそれが普通だとユキが言っていたんですけど、もしかして違うんですか？え、ユキから聞いているかもしれませんが、私は家庭の事情で中卒で、大学生の経験もなければ東京に住んだこともないので、とりあえずユキから請求された金額を送っていたの。じゃあ、月30万はユキから言い出した金額なんですか？ええ、そうです。授業料はまとめて1年に一度渡していますけど、その他教科書代などでいろいろと出費が重なるからって毎月請求書が来るのでそれを振り込んでいました。サナさん、俺は東京生まれ東京育ちで大学にも行きましたけど、ただの大学生に月30万も必要はありませんよ。え、そうなんですか？学生向け物件の家賃なんて7万程度で十分ですし、そこに生活費を入れても10万ちょっとで余裕で足ります。教科書代も年始に多少かかるくらいですよ。月30万の仕送りなんて絶対に送りすぎです。だからユキはバイトもしていないのに金遣いが良かったんですね。誕生日プレゼントには20万のコートを送ってくれるし、やけに羽振りがいいなとは思っていたんです。20万円のコート？私ユニクロのコートしか買ったことないんですけど。もしかしてユキからの金銭感覚はこれが理由かもしれませんね。道義で俺に月50万もよこせって言ってくるわけですよ。50万を？結婚後の生活費について話し合った時にそう言われたんです。中卒の姉でも出せた金額なら大卒で大企業勤めの俺なら余裕だろうって。でも月30万もポンと渡せるほどの給料をもらっていないんです。ましてや月50万なんて到底無理ですよ。嘘でしょ、あの子ったらそんなこと言っているんですか？だからサナさんにご連絡したんです。いろいろとお話いただきありがとうございます。俺の知らない彼女を知れた気がしますよ。なんだか妹がすみません、就活しないで結婚するっていうだけでもびっくりしていたんですけど、まさか婚約者さんにそんな生活費を要求していたなんて。あ、いえ、サナさんが謝ることではありませんから。それにしてもユキから聞いていた人柄とは全然違いますね。とんでもないヤンキーだと聞いていたので、実はビビりながら連絡をしたんです。え？そんな俺にとてもご丁寧に対応していただきありがとうございました。火を消して連絡してみてよかったです。ちょっと待って、私がヤンキーですって？ユキからそう聞いていました。姉は中卒のとんでもないヤンキーだからあまり近づくなって。はぁ？親を早くに亡くし、姉はグレてヤンキーだし、昔はかなり苦労したって聞いています。ヤンキーの割に稼いでくれたので助かったってよく言っていましたね。それ全然違います。両親が事故で亡くなってから私はずっと無心で働いてきたんです。妹との生活費を稼いでくるのに必死で、ぐれる時間どころか遊んだり髪を染める時間もありませんでしたよ。そのおかげで友達なんてほぼゼロ人ですし。え、そうなんですか？多分中卒の姉と関わらせたくなくての嘘だと思います。ユキは成長するにつれて私が中卒なのを気にしていましたから、なんだったら私は結婚報告と同時に絶縁宣言もされましたし。絶縁宣言？ユキはお姉さんに縁を切りたいって言ったんですか？はい。なので妹のことをどうぞよろしくお願いします。私はもう不要だと絶縁宣言をされていますから。あなたと入籍後は連絡を取らないように言われているんです。嘘だろ、今まで育ってくれた人に絶縁宣言って。一度直接お会いすることってできますか？近いうちにユキには秘密にして2人でお会いしたいです。わかりました。スケジュールを確認してまた連絡しますね。ねえお姉ちゃん、絶縁のことだけどやっぱりやめてあげるわ。だから結婚式にもちゃんと招待してあげようかと思っているの。いきなりどうしたの？私はもう必要ないんでしょ？お姉が必要になったんだよね。お姉ちゃんには私たちの挙式費用を援助してほしくてさ。は？
実は今彼との結婚式プランを考えているの。最初は小さな結婚式にしようってことにしたんだけど、だんだんとやりたいこととか増えてきて予算をだいぶオーバーしちゃってね。だからその分お姉ちゃんに出してもらいたいなって。つまり ATM 要員として私のことが必要になったのね。可愛いたった一人の妹のためなら今までいくらでもお金を用意してくれていたよね。なら結婚式費用だってもちろん助けてくれるよね。ちなみにいくら必要なの？まずは10万円のドレスを100万のドレスに変更したいんだよね。超可愛いウェディングドレスを見つけちゃったの。10万から100万って予算の10倍じゃないの？他にもいろいろとグレードアップしたいものがあるから、ざっと300万ぐらい用意してくれると嬉しいな。結婚式費用に300万?たったそれだけで可愛い妹と縁を切らなくて済むんだし、安いよだよね。しかも可愛い妹の結婚式にも招待してもらえるんだもの。それぐらいの縁じゃ当然だと思わないと。もし払いたくないって言うならやっぱり絶縁するしかないけど、お姉ちゃんそんなの嫌だよね。いや、絶縁の方が嬉しいわ。え、それじゃあ私は絶縁を選ぶから300万の援助は他を当たってちょうだいね。ちょっと待てよ、妹との絶縁を選ぶってそれ本気で言ってるの？本気よ。ていうかこないだからすでに縁を切ったつもりでいるし、今さら絶縁をやめます、結婚式に招待しますって言われても困るのよね。あ、嘘でしょ。待ってよ、援助してくれないなんてこっちが困るわよ。私お姉ちゃんが出してくれると思ってもうドレス予約入れたんだよ。何ですって？だからドレスの支払い期限がもう今週末に迫っているの。なのに援助してくれないとか無理だから。もし支払い期限が過ぎてドレスが用意できなかったらどうするのよ。一層結婚式を中止にしたらいいんじゃないか。俺もお前と結婚する気が失せてるし。え、それってまさか。ああ、お前の婚約者の春樹だよ。ね、これってどういうことか説明してもらおうか。結婚式の準備は私に任せてって言うからお願いしているが、予算がそんなに増えることは一言も聞いていないぞ。しかもその分は実の姉に全額援助頼みって、一体どこまでお前ずうずしいんだよ。ちょっと待って、なんで春くんがお姉ちゃんとの LINE に登場するのよ。お姉ちゃんはどこ？私はずっとお姉ちゃんとやりとりをしていたのよ。サナさんなら俺のお迎えに座ってるよ。今日は一緒にお茶をしていたんだ。はあ？私のお姉ちゃんと春くんが？お姉さんと話したくて無理を言って時間を作ってもらったんだ。ユキがヤンキーだって言うから緊張していたけど、一体これのどこがグレて大変なヤンキーの姉だよ。お前を立派に育てるために自分のことを全て後回し、髪を染めたこともなければ化粧品も全て100均、自分よりも妹のために働いてきた立派すぎるお姉さんじゃないか。な、あ、いや、それはその、その他にもいろいろ話は聞いたぞ。お姉さんが何も知らないことをいいことに、お前がどれだけお金を絞り取っていたのかをな。え、月30万も請求するわ、絶縁を武器に援助を頼み込むわ、人の優しさにつけ込むなんてお前が悪魔にしか見えないよ。そんな悪魔だなんて、私はお姉ちゃんしか頼る人がいないんだしさ、そんなお姉ちゃんに何でも頼っちゃうのは仕方のないことじゃない。ユキ、結婚の話は一旦白紙にさせてもらう。お前とは別れる方向で考えさせてくれ。嘘でしょ。もう婚約もしてるのに別れるってありえない。私大学の友達にも結婚するって報告しているのよ。どうしても結婚したいなら俺の条件を飲んでもらう。専業主婦になってもいいが、生活費は月15万でやりくりすること、小遣いは生活費の残りで何とかすること、それが守れるなら結婚を考え直してもいいぞ。はあ、月15万なんてやっていけるわけないじゃない。中卒のお姉ちゃんでも月30万出せたのよ。なのになんでそんな意地悪を言うのよ。あのな、ユキ、月30万も出してくれていたのはお前のお姉さんがすごいからだよ。生活費で月30万も渡すなんて大企業勤めの俺でも無理だからな。無理なわけないでしょ。だって中卒のお姉ちゃんが払えたのよ。優秀な春樹くんはお給料50万以上は余裕でもらってるはずだし、生活費30万も絶対に出せるはずじゃない。そこまで言うなら専業主婦にならないで働いてみろよ。初任給がどんなものか、月30万もポンと出せる仕事がどんなものか体験してみろよ。そしたら結婚考えてやるからさ。私に今更仕事を探せって言うの？もう就職なんてみんな決まって卒業するだけなのよ。そんな中で仕事なんて見つかるわけないじゃない。じゃあ結婚は中止だな。ユキがここまで常識知らんだとは知らなかったよ。
それじゃあな。どうしよう、姉ちゃん。あれからアレックと連絡がつかないの。次30万を稼ぐ仕事を見つけてくるまでは一切返信しないって。じゃあ頑張って探さないとね。でも次30万の職場が見当たらないの。慌てて探してるけど、どこも初任給は18万からって。どう頑張って探しても初任給20万が限界でね。それでも仕方なく応募してるのに私を採用してくれないんだけど。あらあら、問題ぶれされてるのね。これ中卒のお姉ちゃんは私に30万仕送りできるくらい稼いでいるのに、なのになんで大卒見込みの私が仕事を一つも見つけられないの。お姉ちゃんは稼ぎで私は稼ぎない理由が分かんないんだけど。その理由なら簡単よ。私がユキよりも優秀で、そして社会から必要とされているからよ。はぁ、たとえ学歴が中卒でも仕事で結果は出しているし、そのおかげで今はそれなりの重要な役職についているの。月収200万もらえるぐらいにはユキと違って優秀なの。ちょっと待って、お姉ちゃんってそんなに稼いでいたの。あんたが馬鹿にする中卒でもそれくらいできるのよ。そんな、待ってよ、私お姉ちゃんがそんなに稼いでいるなんて聞いてない。給料なんて30万ギリギリぐらいで、自分の生活を切り詰めて私仕送りしていたと思っていたのに。まずは私が何の仕事をしているかも知らないでしょ。姉の仕事に興味もない人に収入を教えるわけないじゃない。そんな、それじゃ仕事探し頑張ってね。じゃないとせっかくのエリート旦那が逃げちゃうわよ。まあ、アレックだって私には必要ない。私お姉ちゃんさえそばにいてくれたらそれでいいよ。はい、どうせもう仕事見つからないし地元にいたら戻るよ。それでお姉ちゃんと一緒に暮らすの。月200万も稼ぐような仕事なら毎日忙しいよね。だから嫌なことは全部私がやってあげる。これからも姉妹二人で支え合って生きていこう。私にはもう妹は存在しません。絶縁宣言された日からあなたのことは妹だとは思えないし、今後一緒に住むこともありません。なんだったら二度と会うこともありません。嘘でしょ。待ってよ、たった一人の妹を見捨てるの。先に見捨てたのはあんたでしょ。地元に戻ってくるかどうかは自由だけど、私は当てにしては無駄だからね。それじゃあこれで失礼します。妹のユキとハルキ君は正式に婚約破棄をしたと聞いています。ユキは何度も復縁を頼んだようですが、ハルキ君は逃げるように海外駐在の仕事で日本を飛び立ったそうです。そしてその後のユキはというと、大学は無事に卒業できましたが、仕事は相変わらず見つからず、給料の高さに負けて今は夜の世界で働いているそうです。頑張って大学にまで入れたのにという思いはありますが、もう妹でもない人の人生がどうなろうと知ったこっちゃありません。軽いノリで飛び込んだ夜の世界も人気が出ずに、そこそこ苦しい貧乏生活をしているようですが、それも人生勉強ですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。